悪の花園は1954年に公開されたアメリカ合衆国の映画。監督はヘンリー・ハサウェイ。音楽はバーナード・ハーマンが担当した。カリフォルニアに向かっていたフッカーとフィスク、デイリーの3人は手違いでメキシコのミゲルという街に到着する。3人が酒場で酒を飲んでいるとディア・フラーという女性が来る。彼女は落盤事故で、 夫が閉じ込められ、助けてくれたら、謝礼を払うという。メキシコ人のビセンテを含めた4人は、1人2000ドルの謝礼が出ると聞き助けに行くことにした。危険な道を通り鉱山に向かっていた一行は途中、破壊された村を見つけそこで野営することにする。そこには、アパッチ族がいた痕跡が残っていた。一行が向かっている近郊は、火山の噴火で埋まっていることをリアから聞かされる。 高山に到着した彼らは、リアの夫、ジョンを助け出し、小屋に連れて行き手当てをした。しかし、先住民が山に向かってきていることを知った一行は、出発の準備をする。リアは、残って、先住民を引きつけるというが、フッカーは彼女を連れて行く。先住民から逃げている途中、デイリーは、ジョンと口論する。その後、デイリーは、ジョンを馬に乗せて逃がしてしまう。直後、 デイリーは、後ろから先住民に、矢で撃たれ死亡する。ジョンを探していた一行は、矢で撃たれ十字架に逆さに吊るされた彼の遺体を見つける。一行は彼を埋葬し、フッカーはリアを慰める。次の日、一行は先住民の攻撃を受け、ビセンテが殺されてしまう。残った三人は先住民に反撃しながら逃げ続ける。先住民を狙える場所を見つけたフッカーは、一人で、 残るといいフィスクとリアを生かせようとするが、フィスクが賭けで、どちらが残るか決めるといい、結果はフィスクが残ることになった。フッカーは、フィスクがイカ様をしたことを知っており、リアを安全な場所に連れて行った後彼の元に戻った。フィスクは先住民の多くを倒していたが、彼は先住民に打たれ瀕死の状態であった。彼はフッカーに、 リアと一緒に故郷に帰るように言うと息を引き取った。フッカーは彼と別れ、夕日の中リアと共にキロに着く。ありがとうございます。